こんばんは、ひゅうやです。ディスニー2の続きをやっていきます。まだミッションとかクリアしてないですけど、ミッション制じゃないのかな。まあまだオープニングってことなんだろうけども、装備がね、もう破損してえらいことになってますよ。っていうか、まあ元々の装備は覚えてないんだけど、焦げたハンターの、装備と、あと光の喪失、ハンターサブクラス、光を失った。さっきまでのクラスがね、使えなくなったってことですね。まあ、1の時までのクラスがこれで使えなくなったってことでしょう。装備も集め直しでしょう。まあ、そりゃそうだ。最初からそのつもりでいたんでいいんですけど。Hey Siri、 ハンターについて教えて。本田圭佑は大阪府摂津市のプロサッカー選手、プリメーラディビション CF それ本田でしょ？所属。ポジションはフォ違ワーうよ。ド、ミッドフィルダー、日本代表、日本人アスリート初のミッド特別研究員、就任期間2年。Hey Siri、 ハンターについて教えて。すみません、その質問の答えは分かりません。あ、そうですか。すごくシリアスなシーンを一気に台無しにしてくれるけど、まあまあまあ、これどうしたらいいの？ゴーストもいないし。歩きが遅いままだけど、まあまあ傷ついてるってことだけど、これゴーストいないとどっち行っていいか分かんないし、何、あ、上の方、なんかカバルの戦車とか呼ばれたけど、あ、ゴースト？ゴースト？生きていたんですね。もう諦めかけていました。いや、こっちもだよ。こっちもだ。傷の回復はできますが、蘇生はできません。あれ以来は。ガーディアン、光を失いました。まあまあまあ、でもまあ、シティもトラベラーも全て奪われました。レッドリージョンが力を失ったガーディアンを次々と、ここから離れましょう。とりあえず方向わかる？まあでもだいぶ心強いよ、シリよりもね。シリ役、ここには役立たずだからな。あ、登った。とりあえず緊急通信を検知しています。ハンターって何？みんな地球から脱出します。ハンターに関するこちらの情報がウェブで見つかりました。ご確認ください。この調子だからな。
ああ、まだあんな生物残ってたんだね。お、このガーディアンたちは力がなくては抵抗しようがありません。こちらも危なかった、うん、ガーディアン、私はもうあなたを蘇生できません。注意して進みましょう。まあ、サブマシンガンを手に入れました。ヘイシリー、サブマシンガンについて教えて。ヘイシリー、ん、サブマシンガンについて教えて。サブマシンガンは、ダンプ装サブマシンガンの発表時に小型機関銃という意味合いで造語されたものである。もっとお聞きになりたいですか？ Yes。 ドイツ語では E18 の発表時に造語されたマシーネンピストーレという語が用いられる。 ME 落ちこぼれすると機関単銃、機関拳銃となった。落ちこぼれ役であるマシンピストルはブロード射撃可能な拳銃を指すことが多い。第二次世界大戦頃までのイギリスでは動詞の破棄を指してマシンカービンという語が使われていた。メーカーや組織によっては小銃弾を使用する小型のアサルトライフルにも短機関銃を意味する名称分類を与えることもある。まずこんなビーストとかいたっけ。ヘイシリー、ビーストについて教えて。短機関銃は拳銃弾を使用して劣化して射撃する小型の機関銃のことである。サブマシンガン、機関拳銃、機関単銃とも呼ばれる。英語のサブマシンガンはダンプ装サブマシンガンの発表時に小型機関銃という意味合いで造語されたものである。もっとお聞きになりたいですか？いや別に。はい、わかりました。あとサブマシンガンってカテゴリーあったっけ今まで。あのファルコンです。私たちについてきたのでしょうか。どれ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 。私たちを誘っているのかも。これか。ちょっと待ってね。今装備してるのは、そんなもんか。あれ、すいません、待って、蘇生を待って。蘇生はできないでしょ。ちょっと待ってね、ちょっと待って。最後のチェックどこ？ここ？よかったよ。よかったよかった。あのファルコンです。私たちについてきたのでしょうか。え？私たちを誘っているのかも。ちょっと待って、方向が分かんないんだけど。こっちは落ちたらダメ。こっちか。はいはいはい。あ、なんかちょっと綺麗な感じに。あー、そこに敵が、うん、どうした？あれは味方？取った？味方？おお。ここ降りて大丈夫？
そんなシーンなんだったら精密処理しない方が強いかな。ヘイセリーリージョナリーって何？情報がレベルになりました。ご覧ください。これあってる？道また落ちて死んでない。大丈夫？大丈夫？大丈夫かな？大丈夫か。怖えよ。さっきの死んだのがあるから。どこどこどこ？そこ。あっち落ちたら死ぬでしょ、多分。ここ。どっち？こっち？あっえ？二段ジャンプできないの忘れてたけど、着いたの？見ろ、誰かが無傷で健康なガーディアンを置いてったぞ。事態はそれだけ深刻か。どういうこと？近いな。行くぞ、みんな。あ、待ってください。どこに行くんですか？できるだけ遠くだ。おう。え、君がファルコンだったの？それはあなたもファルコンですか？私はホーソン、こいつはルイス、最高のパイロットだ。お前はどうだ？飛べるか？こいつも必要になるだろう。お。役に立ってくれよ、ガーディアン。もちろんだ。みんな出発だ。長旅を覚悟しろ。まあ二段ジャンプできないけどね、もうね。さてさてさて。ようやくなんか落ち着いたね。ガイアになりたいのこの人は。ドミナス、シティを掌握した。逃亡者は追跡中だ。愚かにも逃げなかった者は処刑した。我々は勝利を収めた。全てお前のものだ。じゃあみんなどうしたんだろう。二人でもぎ取った勝利だが、友よ、あとはこの強力な機械を囲む檻を完成させるのみ。そしてようやくその力を抽出し、我々の意志のままに使える。なあ、トラベラーだ。他の種族がつけた名前が正しいとでも言っているのか？機能性など好きに変えることができる。それはすでに証明済みだ。それでも神と崇めている。ドミナス、ガオル、我々は共に生きてきた。カバルの社会を、軍力を立て直そうと奮闘した、うん、カルスの欲と腐敗によって滅亡しかけた帝国を再建するために。この宇宙にお前より偉大なものはいないだろう。なんだろう。レッドリージョンはあの機械の力を手に入れ、お前という新たな皇帝を迎える。まあ、こいつらはこいつらなりに。
頑張ったんだね。客がいたのは話をした。誰？どれ？どれ？誰？お前か、トラベラーの第二者だよ。トラベラーの というか、預言者？なんだ、今まで戦ってきたのがこう、ヨーロッパデッドゾーンだ。お、ヨーロッパ、しばらくここに住むことになる。そうだな、今までのって、覚えていますか？夢に出てきた場所です。あれがトラベラーの破片と呼ばれてる。むやみに足を踏み入れる場所じゃないぞ。今まで地球って言っても一部しか行ってなかったからね。さっきのシティは一応、あれ、あれは月なのかな。なんだろう、今まで戦ってきたのはさ、闇とかなんてそういったあればっかりだったから、なんか具体的なというかね。ごきげんよう、ガーディアン。どうも。きちんとこういろんな、まあそれなりに頑張ってる敵と戦う、まあのも、戦場はどうだ。まあ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 。ああ、無事でよかった。お、私はタイラ・カーン。もしかして会ったことがある？光とのつながりを失ってからよく困惑するの。とりあえず、それで受け取ろう。トラベラーの破片を探しているの。私もその夢を見た。そうなの？ギザギザで。ちょっと待って、それ話最後まで聞くべきだった。まあいいか。とりあえず夢見のクロック、ちょっと待って、何か必要な、それクロークなの？首回りだけか。なぜ、なぜガウルという名前を知らなかった。とりあえず二段ジャンプも何もできないな。どうした？どこ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 。どうやって話すの、この人は。話そうか。どっから、どっから登ると。ちょっと鼻、ここか。話そうか。ぜひ。これは、運命の大洪水。と言うべきか。まあ、人生の半分を荒野で過ごしたから。そこは、とにかく、トラベラーの破片のところに行きたいらしいな。うん、ガーディアンとは変なところに行きたがる。まあルイスと私はお前の直感を信じるさ。だから止めはしない。私も忙しいしな。そっか、さっき乗ってきた船を使え。早く戻ってやれ。難民を見たか？一人も死なせてない。まだな。
その一人目になるな。わかった。ん？とりあえずこの人が武器を買ってくれるのか。ゲーターを開く。別にオービットに行かなくてもいいわけね。エルニーを押してマイルストーンを見る。これがマイルス、まあそういうことね。あ、でも待って、閉じる閉じる。はあ、はあ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 、なるほどなるほど。では、今回ここまでにしましょうか。では、ご視聴ありがとうございました。ひゆやでした。ちょっとまだいろいろわかんないこと多いですけど。クランは自分で選んだ家族だ。では、バイバイ。